道の駅カデナで車中泊をした翌朝は台風も通り過ぎ、穏やかな沖縄の夏が広がっていた。沖縄県中部にある沖縄市までやってきた。県道224号沿いに歴史が古いドライブインがあるので、ちょっと立ち寄ってみよう。店の前の窓から注文してテイクアウトもできるお店だ。沖縄のドライブインはほとんどがテイクアウトができる。コンビニが本土に比べて少ない沖縄ならではのドライブイン文化とも言える。最近移転して新しいお店になっていたが、1972年からの歴史があるドライブインで、お店の前には移転前の写真があり、それを見ると渋いドライブインだったようだ。お次は浦添市までやってきた。国道58号から少し入っていくと、まるでアメリカのドライブインがそこにあるかのような素敵なデザインのお店がある。1969年からの歴史がある沖縄では有名なハンバーガーチェーンだ。はい、A&W の、マキコーテンに来てます。ここですね、ドライブインという感じの、ドライブスルーではないですね、車で駐車場に入ると、インターホンとかがあって、これね、こうやって直接窓から受け付け、窓から注文できるという感じで、車の中で食べてもいいですし、お店の中でいただいても、そんな感じのお店でございます。ドライブスルーではないんで、注文してそのまま通り抜けることはできないです。バックで出ていかないといけない。でここのすごいところは公園のようになって、この噴水なんかもありますけど、屋外でいただくこともできます。で、この屋外の席にもちゃんとこのね、インターホンとメニューがあって、ここから注文することができます。本当ね、アメリカンな雰囲気といいますか、アメリカのドライブにそのまんま日本に持ってきたみたいな、そんな雰囲気があります、はい、この看板のね、絵も素敵だなって思います。はい、A&W 巻工店ですね、素晴らしいです。はい、メニューいろいろ見ていきましょうか。この前いただいたのは A&W バーガー650円、これに、セットをつけてスーパーフライエスコンボ、ちょうど1000円でしたけど、オレンジチキンサンドとかモッツァバーガーとかメルティビッグアーチーズバーガーチキンサンドとかあります。結構値段は高めですよね。300円、400円。 A&W バーガーに関して650円ですね。セットにしたら1000円になっちゃいますね。マックみたいな、スゲンマックみたいな安いメニューっていうのはない。この辺ハンバーガーでも230円です。これなんか弁当ミールというハンバーガーとタルタル弁当チキン、こういうメニューもありますね。お弁当みたいな、弁当っていうかお弁当なんですね。コーヒーはおかわりが100円でいただけるんで、あとホットスーパーフライでポテトですかね、380円、ミント味のチョコミント、ミントティーとか、そういったメニューもあります。A&W の周年を記念したシップ550円、こういうのはね、ところでいいんじゃないですか、どうしようかな、また頼む。じゃあせっかく来たんで、この A セットもね、いただこうかと思います。 USA が99周年、沖縄が55周年、得なんじゃないかな。これいただきます。はい、A セットをお願いします。ここから入れます。もう一度お願いいたします。A セットをお願いします。B セットでしょうか。
あ、A です、A。あ、550円の方でお願いします。失礼いたしました。550円の A 店とも一つ、はい、こちらへメルティーシンプル、ホームメイドカナメチップスドリンクでよろしいでしょうか。はい。ドリンクをお選びください。オレンジジュースで。はい、オレンジをお付けいたします。はい。綺麗でよろしいでしょうか。はい。オレンジスモールサイズです。プラス50円でレギュラーにもできますが、いかがでしょうか。あ、スモールでいいです。失礼いたしました。お会計550円でございます。はい。はい、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 というわけで550円のチーズですね。あ、ポテトチップスみたいなのだ。こんな初めて見た。そう、メルティーシングル、メルティーシングル。まずじゃあ開けてみます。お、こんな感じです。おー、タルタルとチーズとベーコン。これでセットの550円。いいんじゃないですかね。いただきます。うん、やっぱ多少味薄い感じですね。結構お肉厚みがあって、均一さがいいし、アメリカンでワイルドなハンバーガーって感じがします。メルティシングル、これ単品で頼むと440円で、ホームメイドポテトチップスとドリンク S がついて550円のらしいんです。これはオレンジジュースです。うん、なんかね、こういうのなのかな、オレンジの香りはすごいしますね。果汁 30% ぐらい。いや、でもすっきりとして美味しい。はい、それではホームメイドポテトチップス。うん、すごいカリッカリ。ポテトチップスみたいにペラペラじゃない、結構厚みがあるんですね。うん、だからカリッカリな感じです。A&W はこのオレンジがポイントなんですけど、ストローもオレンジだし、この柱の下半分もなんかオレンジだよ。オレンジがこうトレードマークというかイメージカラーなんだね。で、この S サイズのカップもちょっと可愛らしいですね。あとね、普通のオレンジジュースに比べるとやっぱ香りがいい感じがするんで、で、やっぱりスキルの飲み、これいっぱい飲みたい。S サイズだと足りなかった。50円で大きくできるって言ってたけど、してもらえばよかった。このホームメイドポテトチップスもあんまり味がないというか、塩ももう多少振ってあるんでしょうけど、まあ塩味控えめというか、そんな感じ。あんまりしょっぱい感じじゃないし。ひたすらこのホームメイドポテトチップスをいただきます。膨らんでる。ごちそうさまでした。はい、沖縄県のね A&W 牧港店に来てます。ここで、
沖縄では有名なハンバーガーチェーン店になりますけども、地元の人たちにはエンダーと呼ばれてね、親しまれているハンバーガーショップになります。この牧港店は特に、アメリカのドライブインの雰囲気をね残している、素敵な、ハンバーガー屋さんになります。ちなみに店内はこんな雰囲気でした。沖縄に来たらぜひ立ち寄ってみてください。はい、この動画が良かったと思った方は、高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。昭和スポット研究所コッシーでした。それはどこまで